優勝した早稲田大学の選手たち第44回全国大学ラグビーフットボール選手権大会は2007年12月16日から2008年1月12日にかけて開催された全国大学ラグビーフットボール選手権大会である。早稲田大学が2年ぶり14回目の優勝を果たした。第44回全国大学ラグビーフットボール選手権大会には 前回大会優勝校の関東学院大学が部員の不祥事により出場を辞退した。そのため、前回大会準優勝校の早稲田大学が優勝候補費等に挙げられていた。早稲田大学は順当に勝ち上がり、39年ぶりに決勝で慶応義塾大学と対戦した。雨の中の決勝戦は26から6で、早稲田大学が解消。2年ぶりに派遣を奪回した。

チームに関東学院大学ラグビー部不祥事の件について関東学院大学は部員の不祥事によりクラブ活動を自粛。大会出場を辞退した。ありがとうございます。